投資で利益を上げるために安く買って高く売りたい、そう思いませんか？でも相場を読むのはとても大変。安い時だけ購入することは運用のプロでも容易なことではありません。日経平均株価の推移を見てみましょう。株価が安い時に買えていれば利益は上がりますが、高い時に買ってしまうと損失が出ることもあります。考え方を変えてみましょう。市場の動きにとらわれず、少しずつ継続的に投資を行い、時間を分散することで投資した資産全体として利益の獲得を目指すという考え方、それが積立投資です。積立投資ならば投資タイミングが分散されるので、市場の長期的な上昇の恩恵を受けることができます。相場を当てようとすると投資はとても難しいものになります。積立投資に必要なのは始めること、そして続けることだけです。積立投資で人生を豊かにしましょう。さあ、あなたのお金を一歩先へ。